えのこじまでこぼこラジオ。はい、始まりました。ちょびひげさんのアートな散歩、はい、お送りする DJ は私ちょびひげとアシスタントの猫マネです。はい、この番組はえのこと地域コミュニティとの共同事業ミニ FM えのこじまでこぼこラジオの企画で美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。周波数は 89.2MHz、 毎月一度公開放送を行っていますので皆様もぜひ遊びに来てください。はい、ということでですね、はい、今ですね、うん、SNS、はい、この番組も画像を SNS で配信していますけど、うんうん、SNS っていうとね、うん、Facebook や Twitter や Instagram が浮かぶと思うんですよ。はい、で、某まとめサイト、うん、の、最新の数字なんですけども、はい、国内の月間アクティブユーザー数っていうのは、うん、Facebook が2800万人、Twitter がね4500万人。ツイッターの方が多いんですか。そうそう、世界的に見たら、うん、そのことなのに日本はねやっぱツイッター多いんですね。でインスタグラムが、うん、2000万人で、これ世界では8億人もいるんですよ。画像だけなのに。でその最近では、うん、インスタ映え、はい、ね、なんて言葉もなんて言葉も出るくらい流行語大賞ノミネートされてますよね。うん、若い世代に特に人気の SNS っていうとやっぱインスタグラムじゃないかなと思うんですよ。そうですね。で、それだけ写真が身近にあるんですけど、じゃあ美術館で写真を見ようと思っても、フォトギャラリーっていうのは、はい、調べたら、ね、結構あるんですよ、関西でも。でも美術館としては関西では多分一館しかなくて、京都、奈良、うん、京都のは、うん、インターネット上で公開してる、うん、あ、そうなんですか。うん、京都写真美術館って実はそうや、ね、そういうところで、うんうん、で基本的にはギャラリーなんですよあれ、うん、で、いわゆるその学芸員の企画による展示、うん、まあ、美術館で見るってそういうことなんですけど、うん、学芸員企画の展示を見る機会って本当に限られてるんですね、写真に関して言うと。でまあこの前振りで、うん、お分かりだと思いますけども、ということでですね、今回取り上げさせていただくのは、ここ、大阪府立えのこじま文化芸術創造センターえのこにて、2017年11月22日水曜日から12月16日土曜の会期で開催される、大阪新美術館建設準備室と大阪府立えのこじま文化芸術創造センターえのことの共同企画、20世紀の写真芸術学生が作る大阪新美術館えのこのコレクション展です。長い、ね、ちょっとね、で今回お話をお伺いしたのは大阪新美術館建設準備室、室長で、研究主幹の菅谷富夫さん、はい、同じく大阪新美術館建設準備室学芸員の国井彩さん、はい、そして、大阪府立えのこじま文化芸術創造センターえのこの学芸員の高橋真理子さんです。はいはい、菅谷さん、国井さん、高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でまずですね、大阪新美術館建設準備室とえのこについてね簡単に説明しようと思うんですけども、長いから簡単に言うと、うん、シート風が連携して開いたですよね。そうです、そうです、そうなんですよ。で、新美術館は、うん、まあ、2021年の開館を目指す整備しています、はいはい、現在は設計作業中なんですよ。うん、ただ、テレビでねご覧になった方はいらっしゃると思うんですけども、地上5階建てでガラス張りの1階2階の上に黒い直方体が乗るというデザインで、注目を集めていて、見たら忘れられないようなデザインなんですけども、コレクションとしては国内外の、近代現代美術のコレクションを約5000点収蔵しています。特徴としては、まあ、まとまってあるコレクションとしては、この美術館放送の発端にもなった佐伯雄三の作品が50点ほど。大阪の人好きですからね。そうですね、好きですね。はい、でグライダーの、うん、
生涯1500点ほど描いてるんですけども、うん、まあ、その半数をだから所蔵してるんですよ、ね、そうですね、すごいですね、うん、で、あのその他、20世紀初頭のシュルレアリズムとか、うん、20世紀前半のイタリア未来派の作品であるとか、はい、近現代のデザインなど、はい、貴重な作品を所蔵しています、うん、また、以前テンポーザにあったサントリーミュージアムのコレクション、はい、1万8000点がこれ寄託されてるんですよね、はい、ちょっとこれびっくりしちゃったんですけど、で実はですね、今回お話をお伺いした新美術館の国井さんは、4月この4月に新美術館に移動されてきて、それまでは芦屋市立美術博物館におられたんですよね、はいはい、で、まあ、ということでですね、外の目から感じた、新美術館のコレクションの魅力をお聞きしたところ、まあ、人事に根ざしたコレクションがまあしっかりあると、まあ、大阪っていうことですね。地域性もある。そうですね、まあ、それだけではなくて世界的に評価の高い作品を集めているので、地域の美術館以外の良さをしっかり持っている、まあ、そういう部分が都心に立つ美術館としてとても魅力的というふうにおっしゃってました、はい、で一方ですね、大阪府立江ノ子島文化芸術創造センター、まあ、すいません長いですね、江ノ子にしますね、これからね、はい、江ノ子は、美術館ではありません、はい、大阪府の国内外の20世紀後半に生まれた美術作品、大阪トリエンナーレ入賞作品であるとか、現代版画作品を中心に7900点、まあ、約ね、7900点に及び さまざまな美術作品を所蔵していて、まあ、現在その美術品の管理を江ノ子が行っています。でこのうちですね、今回の企画でもある写真なんですけども、これがなんと1478点もあるんですね。うん、これはね、本当にびっくりしちゃいました。で、まあ、ちょっとあの企画の方に戻るんですけども、今回のこの企画、ちょっとね、企画名がちょっと変わってるんですよね、うん、というのは学生が作るなんですよね。で、まあ、そうね、気になりましたよね、うん、で今回の企画展の、学芸員と学生の立場について伺ってみました、はい、すると今回の展覧会、まあ、そもそもの話なんですけども、毎年江ノ子で新美術館と江ノ子が共同企画で市民キュレーターワークショップを開催していてですね、これは専門的知識や資格を持った学芸員ではなくて、一般の方々に展覧会の企画実施に携わっていただくワークショップで、美術館や学芸員の活動への理解を深めてもらうために、普段は展覧会に受け手である一般の人々がキュレーターとなって、学芸員のサポートを受けながら、展覧会の作り手の仕事を体験するもの、はい、で、この、ね、江ノ湖にある7800点にも及ぶ大阪府20世紀美術コレクションから出品作を選んで、この成果は、コレクション展として広く公開してきたものなんですね、はい、でこれはその大阪市の企画で、江ノ湖のコレクションを使ったワークショップだったんですけども、これが5年で一区切りついたということで、まあ、今度は共同で、まあ、要するに大阪府と大阪市のコレクション展にしようということで、はい、昨年度は版画展をやったんですね、うんうん、で今年度は大阪市の方から共同コレクション展を教育プログラムの一環としてやりたいという企画が持ち込まれて、まあ、ということであれば、まあ、教育プログラムということであればインターン展ということになったということです。ですから今までやってきたことが融合されたまあ、ものになっているということなんですね、はい、で、まあ、話を戻しますけれども、今回の学生が作る、うん、学生はインターンです、はい、つまり企業研修として参加されている学生なので、学生が全て自分の好きなようにということではなくて、学芸員の仕事を体験してもらい、かつ、展覧会として成立するクオリティのものを作ってもらうということで、まあ、学生さんがですね、まあ、厳しい指導を受けながら作った展覧会というとこみたいです、はい、まあ、ただですね、そこが今回の企画の魅力でもあって、通常は学芸員が筋を通ったストーリーで作るんですけども、今回は学生のフレッシュな目で作るので堅苦しくなく、お客さんの目により近いところで作られているというのがこの展覧会の魅力というふうにおっしゃってました。でチラシの写真もね、学生さんが選んでるんですよね。素敵ですよね、うん、で各章のタイトルもあの学生さんが考えてると、はい、ですからちょっと他では見られない面白い企画になっています、はい、で
このチラシ、まあ作品は学生さん選んでるんですけども、デザインについては市内の若手のデザイナーさんのデザインということで、はい、そういうことから言うといろいろな若い力を結集している展覧会、ということになっています。はい、はい、で今回の展覧会は、5つの章で構成されています。うん、第1章はクラブからの始まり、はい、何話の写真家たちということで、はい、この章では、1930年代に新興写真の表現運動を大きく発展させ、前衛写真の流れを生んだなにわ写真クラブと短編写真クラブを紹介しています。でこの第1章を見た時にですね、私驚いたんですよね。単に知らないだけだったんですけども関西の写真といえば花屋官兵衛であるとか中山岩田に代表される芦屋カメラクラブが中心で、というのもですね、目に触れる機会が、それしかなかったっていうこともあるんですよね。芦屋カメラクラブが中心だと思って、で、一方大阪では A 級、今回も、ね、作品出てますけども、 A 級のようなフォトグラムやフォトデッサンが中心だったというふうに誤解してたんですよ。でところがその大阪にもこのなにわ写真クラブっていうのはこれ1904年からっていうものなんですけども、これを知った時にですね、ちょびひげはですね、写真の知識本当にないなと実感しました。はい、で、話を戻しますけども、今度は第2章ですね、個人のための写真へということで、戦後生きた写真家、この章では第二次世界大戦後に主流となったドキュメンタリー写真の次の時代を担った個性的な写真家たちの作品を花博写真コレクション、作品を中心に紹介するとともに、ファインアートの文脈で、写真作品を制作してきた作家たちの作品を紹介しています。ここは、ね、20世紀後半の写真を中心に紹介されています。はい、で続きまして第3章、宣言するモダニスト、激動するヨーロッパの写真新機軸ということで、この章では目まぐるしい変革と技術発展が絶え間なく続く激動の社会に身を置きながら、新時代にふさわしい表現を希求した写真家、モダニストたちの作品を通じて、20世紀初とヨーロッパの写真界における前衛表現を紹介しています。でね、実は私個人的には好きな章はこの章なんですよ。はい、実は私ちょびひげは20世紀初頭のサイレント映画、特にそのドイツ表現主義の映画が好きなものですから、この時代の前衛表現を見ることができるこの章っていうのがね、やっぱり一番好きなんですよね。この話はちょっとスルーしてですね話長くなっちゃうんでで、第4章はですね、レンズ越しのアナザー、20世紀の欧米写真、この章では20世紀のヨーロッパ、アメリカを中心に活躍した、写真家たちを紹介しています。でこの章でいうアナザーとは、日常の中の日々日常を意味し、写真家たちが意図して切り取った瞬間に、着目しています。実はこの章の中に私が、ね、気になった作品があったんですよね。何かというと、アルフレッド・スティーグリッツの作品の熱気球、実は制作年が分かんないんですけども、多分ね1930年代だと思うんですけどね、とても鮮明な写真なんですよね。でその中で熱気球が上空に黒い大きな球、玉として写っていて、その熱気球って綺麗じゃないですか。でも綺麗なものとして写ってるとは思えないんですよね。ちょっと不気味、不気味ですよね。で空の壮大さを表現してるとも感じられなくって、今猫前さんおっしゃったように、なんか不気味で別のものを暗示させているんじゃないかっていうような、写真でね、これ何伝えたかったのかなとかって考えさせられる写真、だったので、この写真はねちょっとね特に気になった写真です。そしてですね、最後の章、第5章になりますけども、ただそこにある大阪の巨匠岩宮武次、古
この章では関西の写真史を語る上で欠かせない写真家の一人である、岩宮武一を取り上げています。大阪府20世紀ピースコレクションの中から、岩宮の著書、眼前信吾で目に前に心に後ですねで触れられている作品を中心に広告写真家としての仕事からライフワークとして取り組んだ佐渡シリーズなども展示しています。作品の対象は様々ですがその全ての作品において物事のあるがままの姿その本質をつかみ取ろうとした、岩宮武二の視点を彼自身の言葉と合わせて紹介しています。でここなんですけどね岩宮武二さん、私知らなくてですねで今回紹介するに合わせて過去の図録とか解説を読んだんですよ。で読んでですねこんなすごい人が大阪に行って活躍してたっていうのはね本当知りませんでした。大阪芸大の写真学科の初代、学科長であるとか、森山大斗森山大斗といえば昨年8月に、兵庫県立美術館でも写真展をやってましたけども今人気の写真家なんですよね。でこの森山大斗が、岩宮武二のスタジオにアシスタントとして入った時期もあるということでですね本当これね大小のところでも話をしましたけどもですね関西の写真の中心は芦屋だと思ってたもんですから、そうではないってことが分かった、それだけね大阪ゆかりの写真家の美術展が少ないっていうことだと思ったんですけども、このことについて菅谷さんは東京で活躍している人が一流で大阪で活躍している人はちょっと落ちるみたいなイメージ作られつつあるんだけどそうではないんだよと、その当時普通にね日本トップを走ってた人たちが普通に大阪にいたんですよっていうふうにおっしゃっておられました。で今ね紹介したように1章から5章まで紹介したように大阪府の大阪市のコレクションって年代はねやっぱりかぶるんですけども、それぞれの作家さんの作品に見ると所蔵している作品の年代が微妙にずれていて、でこのことでお互いを補完し合う状態になってるんですよね。で今回は20世紀の写真芸術ということで、つまり100年ですけどもこれを網羅できている、で面白いコレクションの関係ができてるんですよね。で大阪府と大阪市がちょっと本気になったらこれぐらいできるんだというふうに、ね、おっしゃってましたね。ちょっとビビるぐらいすごい写真があるんだぞというふうにおっしゃってましたね、世界の宝のようなものもあるんですよと、ですね。大阪の私は大阪府民なんですけども、本当にねこんなすごいコレクションがあるって知らなかったですね。で今回の写真展ですね、写真のことも知らない方、辺野古ではねいろんな展示もやってるので、そのついでって方もいらっしゃるでしょうし、写真のことを知らない方も来館されると思うんですけども、このような見方をすると面白いよっていうのがあれば、何かありますかということをお聞きしました。するとですね、写真って携帯でも撮れる時代なんですね。で写真って意識しないで普通のものになっていると。写真は絵画彫刻に比べると短い歴史だけど、写真でこんなことをしたいという人がこんなにもたくさんいて、こんなことをやってきたということをもう一度認識することができるんじゃないかと。で、余談になるんですけどもというふうにおっしゃってましたけども、先日高校生に写真ってどこが魅力なんですかって聞かれたと。それに対して、みんなで同じものを撮ったとしてもできた写真を見てこれだったっけっていうのがある、つまりその写真家っていうのは同じヌードの女性を見てても僕らと違うところを見てる、でこんな形に見てたのという全く違う視線、視点、世界を持ってる、ね、で写真家と同時代を生きているけれども、例えばねこのチラシにあるような石鹸の写真なんですけども、石鹸知ってるよと、でも泡ってこんな形だったかなっていうような世界を見せてくれるんですね。全く違う視点で見ていた人たちがこんなにもいたのかという、写真の魅力というのは、そういうことに気づかされる、そこに全く違う世界を作ってきた人たちの歴史だと思うっていうふうにおっしゃってました。
ですね、あのインスタグラムと YouTube で公開する画像というのは、実は全てこのチラシに載ってる、画像です、はい、小石清のクラブ設計、入江大吉の大和寺秋深む本木寺、エドワード・ウェストンの、裸体、モホリ・ナギ、ラースロのフォトグラム、岩宮武寺の北山杉設計京都より各章から1枚ずつなんですけどね、いずれもチラシに載せてる作品を選んでいます。でこれね、学生さんが選んだ作品なので、今回はなぜこの作品をっていうのを、ね、聞けなかったんですよね。でもね、その、まあ、これ残念だったんですけども、あのこの例えばね、このエドワード・ウェストンの裸体表紙はね、これすごい有名な作品で、あのこのね、作家を代表する作品だなと思うんですよ。でまあ本当にね、これを載せないで何を載せるんだ的な写真で、まあいいチラシだなっていうふうに、あのまあ、重ねて思います。はい、で最後に、このお三方の一押しの写真を伺いました。まあ、めっちゃね悩んでましたけど、あの高橋さんは第4章からエドワード・ウェストンのピーマン、ナンバーサーティで、理由はこれ同じくウェストンの裸体、これあのチラシにあるんですね、裸体と並べてみると素晴らしいと、でこの美しさが半端ないというふうにおっしゃってました。写真集で見れるけども、実物を見るとマジかって思うほど綺麗。いや、私写真集で見た時もマジかと思いましたよ、これね、並べてみたらっていう理由は現場で確認してください。本当そう思うからですよね、で、まあ、ピーマンっていう、そう本当にね、いや本当に並べてみたら本当素晴らしいですね。で、まああの高橋さんは岩宮武史も好きなんですけども、あのめっちゃ好きって言ってましたけども、シリーズで好きなので、やはり1枚というとこのウエストンの写真になりますっていうふうにおっしゃってました。で、国井さんは、第1章から小石清のクラブ設計、これもチラシに載ってますね、理由としては、これね、あのチラシポスターにもありますけども、造形として美しい、つまり一つの形としてもうすでに美しいんだと。で泡も一瞬のものだと思うんだけども、石鹸の泡って作ってもすぐに消えていく、その一瞬を捉えているのも魅力ですっていうふうにおっしゃってました。で最後に、菅谷さんは、同じく第1章から、花輪銀吾の、カメラマン佐向聖光君、理由はこの時代、1920年代30年代の写真は、まあ、そもそも貴重なんですけども、大阪もので一つ選ぶとしたらこのカメラマン佐向聖光君なんですよと。で、まあ、この写真はおかしな写真で、ぐにゃーっと人間が曲がっている、カメラを構えている人を撮ってるんだけど、それがぐにゃっと曲がっている、まあ、多分ネガを操作しているんだけど、どこかユーモラスな感じもするし、当時としてはとても実験的だなと、そういうことが理由ですっていうふうにおっしゃってました。でちょっとね、余談になるんですけども、実はこの花輪銀吾の作品っていうのは現存するものがもう極めて少なくって、現在確認されているのはこのカメラマン佐向聖光君と、実は、ね、同じくその新美術館が所蔵する複雑なる創造のこの2点だけらしいんです。でそのうちの1点が展示されているので、ね、本当にね、貴重な展覧会になっています。でそのちょっと、ね、話また戻りますけど、このお三方が選ばれた今回の作品というのは、実はこれ全てゼラチンシルバープリントなんですよ、ね、あの私があの気になるって言った気球も実はゼラチンシルバープリントで、本当に美しいんですよね。でやっぱり、ね、これは実物をね、どうしても見てほしいなというふうに思います。で写真はね、あの写真集などで見ることが多いと思うんですけども、あの写真を勉強したり写真を知ってる、まあ、興味を持ってる方っていうのはチラシを見てこの写真知ってるよっていう方もいると思うんですけども、やっぱりその実物であるとかオリジナルを見る機会は少ないと思うんですね。でこの今も申し上げましたけども、この1930年代のシルバープリントのプリン、あの写真っていうのは驚くほど綺麗で、その
先ほど触れましたけど、やはり1930年代のフィルム、映画でもこんなに綺麗なものがないですし、あったとしてもデジタルリマスターなんですけど、それでもこんなに綺麗にならないんですよ。ですからね、本当に少しでも多くの方に見ていただきたいなと思います。でね、これも冒頭に触れましたけども、やはりその他美術館が企画する、うん、学芸員の方が企画する、やっぱつまりね、あらゆることを調べ上げてストーリーもあって一定水準を満たす写真展というのはね、美術館での写真展ってことなんですけども、極めて少ないので、この写真展は、とても貴重ですし、はい、期間も短いのでね、ぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思います。リスナーの皆さんにはね、ぜひとも、来館いただいて、見ていただきたいなというふうに思います。ということで、今回取り上げましたのは大阪府立江の子島文化芸術センター江の子にて、2017年11月22日水曜日から、12月16日土曜日の会期で開催される大阪新美術館建設準備室と、大阪府立江の子島文化芸術創造センター江の子との共同企画、20世紀の写真芸術、学生が作る大阪新美術館江の子のコレクション展でした。皆さんいかがでしたでしょうか。今回取材にご協力いただいた大阪新美術館建設準備室の菅谷さんと国さん、それから江の子の高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さて続いては猫真似さんの食レポです。はい、今回はどちらを紹介するんでしょうか。はい、今回はですね、アスカマルシェさんです。はい、はい、皆さんご存知かと思います。そうですよね、月に一度、ね、第4日曜日にのこの横のマンションに、ね、そうですね、移動販売してくださってるアスカマルシェさんを取り上げたいと思います。はい、はい、お話を伺いましたのはアスカマルシェプロジェクトリーダーの岡田さんです。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でこのアスカマルシェさんなんですけれども、はい、奈良県アスカ村が由来、はい、名前の由来でございまして、はいはい、扱われている商品もすべてアスカ村から、持ってこられているものなんですね。はい、そうですよね。でやはり一番の魅力というのは、はい、朝一で収穫したものを持ってきて売られてるんですよね。そうなんですよね、はい、めっちゃ新鮮なんですよね。そうなんですよね、本当にオーガニックのものと、あとまあこだわりの生産者のものを、厳選して取り扱われているっていうことです。はい、でこうやって月に一度定番 の、 マルシェとして来られているものは定番の野菜をね、取り扱われているっていうことなんですけれども、江の子でマルシェにもこれまでも何度も出店いただいてまして、そういうイベントの時にはちょっと珍しいお野菜を持ってきてくださってるそうです。あと加工食品とかね。そうですね、加工食品はね、やっぱり珍しいので、ね、買って、私たちそのラジオもね、マルシェでは放送しているものですから、そう、お餅とかただ買ってですね、食べながら、いちご大福とかね、美味しかったですよね。美味しかったですね。そういう加工食品も、アスカ村のお母さん方が作ってくださってるそうです。そうですね。で実はアスカマルシェさん、はい、トラックで移動販売をずっとこれまでされてたんですけれども、はい、この度、はい、実店舗がオープンしました。おめでとうございます。はい、11月11日に千日前でオープンされました。はい、オープンしたばっかりですね。はい、実は当日めっちゃ忙しい時に、そうそうそう、初日ね、オープンしました。はい、お野菜、果物、あとお米、はい、あと加工品とかももちろんあります。そうですね、私たちフリーズドライの果物を、はいはい、買って帰りましたけど、私はジャム、それからみかんを買いました。はいはい、フリーズドライの果物は、はい、いちごがね、もうものすごく美味しかった。あ、やっぱりいちご、やっぱりもうやっぱりいちごトップ。でも面白かったのが、スイカ、うんうんうん、あれどうでした？あれね、皮の部分もフリーズドライでサクサク食べれるんですけど、うん、すっごいね、風味があって美味しかったです。それスイカの風味ってこと？そう、皮の部分も、あ、スイカの味するんだみたいな。やっぱ身の部分がやっぱり一番甘いのは甘いんですけど、でも皮のところもね、サクサクとして美味しかったです。そうなんや。あとね、柿とイチジクが入ってて、もう本当
止まらないですね。あ、いや、チークのフリーズドライっていうのは、あの、まあ、たまに見かけるんですけども、あ、そうですか、うん、イチジクだけのちっちゃい実のやつがね、袋詰めになったやつって見かけるんですよ。ですけど、まあ、大きかったでしょ。大きかった、ね、あの全てあのフリードドライになってるのが実がそもそも大きくて、で、イチゴはアスカルビーですか、はい、ね、アスカルビーですよね。食べてみたかったな、僕食べないです実はフリーズドライは。いや、もう今度買いに行きましょう。そうですね、うん、まあ、またねちょこちょこ行きたいなと思うんですけども、並んでた野菜もね、もう見るからに美味しそうでしたね。朝どれの野菜とかっていうと、その、路上販売とかでないと、田舎の方に行ってね、そういうのにないと本当取れたての野菜なんてなかなか手に入らないんですけども、取って1時間で持ってこられてるんですよね、うん、ですから本当に新鮮なものを手に入れることができるので、いやちょっとね、ここで野菜買ったらもう次来るのいつだろうってね、待ち遠しくなる。そうですね。ね、マルシェですよね。はい、で、あのチステップの方なんですけれども、はい、あの、まあ、お米を精米して販売していく予定というふうにおっしゃってました。精米機置いてましたよね。はい、こちらもとても楽しみですね。はい、で奥にはダイニングレストランがあって、そちらでお食事もできるということです。うん、はい、ぜひ遊びに行ってみてください。そうですね、あの情報はあの Facebook で、そうですね、はい、アスカマルシェで、ググってみてください。はい、で、あのこちらがその今に至る経緯を、はい、まあ、なんて言うんでしょう、えのこだからこそ取り上げたいお店っていう意味もあって、ちょっとご紹介させていただきたいんですけども、うん、あのここに至るまでにはやっぱり長い長いこの岡田さんの、ご努力があってですね、もう本当長年飛鳥村に通って、で、あの農家の方々と信頼関係を築いてこられたんですけれども、はい、あのやっぱりこう直販をやりたいっていう大手の業者さんっていうのは実は他にもたくさんあるんですよね。うん、そうですね、たくさん来られてたって言ってましたよね。でもやっぱり皆さん撤退していかれた中で、うん、岡田さんが残られたっていうのは、うん、もうあの本当に人間関係の作り方って、もう一日中飛鳥村にいて、ね、ずっと農家の方とお話をして、うん、あのまあ、そういうことって普通のサラリーマンではできないような、そうですね、そういう動きをずっとされていたっていうことですよね。で、農家の方のお話を聞いて、まあ、例えばあのいちごきゅうりトマトなんかが、うん、まあ、メインの産物でいらっしゃるんですけれども、ね、他でできるものっていうのは本当に少量でしかできなかったりする、うん、まあ、あの農協さんなんかだったらやっぱり一定のボリュームがないと買い取ってくれないっていうところがありますので、うん、はい、そういう少量のものでも岡田さんは買い取りますよっていうふうにお約束をされたりとか、そうですね、あといちごなんかでも、あの、そうそう、販売売れる期間っていうのはちょっと波があるそうで、そうですね、これちょっと聞いてびっくりしたんですけどね、うん、12月は、まあ、クリスマスケーキなんかでよく売れる、で、ね、うん、で3月4月はいちご狩りでよく売れる、いちごシーズンといえばやっぱ春ですもんね、うん、そうですね、でももちろん1月2月でもできます、生産してるんですよね、続けてね、その1月2月のいちごって実は余ってるらしいんですね、うんうん、で、まあ、あの安くで、うん、あの売ったりとかしてたんですけれども、うん、あのこれを岡田さんはあのちゃんと買い取って、そうです、ね、きちんと流通に乗せるっていうことで、まあ、地域の課題解決なんかも、そうですね、はい、あの尽力をされてる、うん、その一方で同時並行であの売り先のレストランとのネットワークを作られたりして、うん、はい、大阪の、レストランに卸せるようなお野菜を、まあ、農家の方に作っていただいたり、まあ、そんなそういうのもじゃあこれ売れるから作ってくださいって言って農家の方はじゃあ作ろうみたいなことはやっぱりおっしゃらないわけで、そうですよね、うん、やっぱりそこはシビアに、うん、あの生産管理とかもあるので、うん、なかなかあの難しいんですけれども、あの岡田さんとのお付き合いをしていく中で、あ、そうです、そうです、うん、じゃあ作りましょうっていうことで作っていかれたりとかして、そうですね、うん、こうやって岡田さんと地域の方との、まあ、関係性だったり取り組みだったりっていうのがこう、うん、これだけ長く続いてきたので、まあ、実店舗を勝ち取ったって岡田さんおっしゃってましたけれども、そうそうそう、ね、うん、実はここに至るまでにはそういう経緯があります、うん、はい、で、あの岡田さんはもうあの関わる人がどれだけハッピーになれるかっていうことを考えて、これからもね、そうですね、アスカマルシェを続けていきたいっておっしゃってましたので、本当にね、今猫前さんが、話されたね、その
ここに関わる人たちがどれだけハッピーになれるかっていうのは本当にそれしか考えてないっていうふうにおっしゃってましたよね。もうなんか本当ねこの言葉ってすごい印象に残りました。実際ねインタビューしてると、結構ね言葉は違うんですけど、ベラン名っていうか、ね、そういう感じもあってそうですね、なんかねそういう性格なのかなみたいな感じはするんですけど、でもすごいね繊細な方ですよね。そうですね、農家の方のこと本当に考えてらっしゃって、いいインタビューだったな、いい取材させていただいたなっていうふうに思いましたね。そうですね、なかなかお買い物にねマルシェに来てくださってる方々もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そうですね、なかなかそこまでの話っていうのは聞けないと思いますので、そうですね、ちょっと岡田康夫さんをリスペクトするような感じ で、ね、まね、私は農家のおじさんの延長ぐらいに思ってた、実は。そうですよね、農家の人が売りに来てんだって最初思いましたもん。ああ実はすごい人なんだと思って、そうですね、そういうわけで、ぜひぜひ、月に1回第4日曜日、この横のマンションで、売られていますし、また実店舗の方はね、10時開店でしたっけ。はい、10時開店です。そうですね、ぜひこちらも買いに行っていただけたらなと思います。はい、マルシェでは出会えない野菜や加工品に出会えるかと思いますので、ぜひ遊びに行ってください。1000日前でね、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけども、Facebook に住所載ってますんでね、今皆さんスマホとか持たれてるでしょうから、そこ調べてですね、ぜひ行ってみてください。お店もとてもねおしゃれな感じでしたね。そうですね、杉とかヒノキとか間伐材とか秋田の木材を使って内装とかされているので、とっても木の輝きが美しいお店になっております。とてもおしゃれな感じですので、ぜひとも見出してください。はい、ということでですね、今月のちょびひげさんのアートな散歩はここまでです。はい、この番組は江の子と地域コミュニティとの共同事業ミニ FM 江の子島デコボコラジオの企画で、美術館およびその周辺の食を紹介する番組です。周波数 89.2MHz、 毎月一度公開放送を行っていますので、皆様もぜひ遊びに来てください。お送りした DJ は私ちょびひげとアシスタントの猫マネでした。はい、次回もお楽しみに。ありがとうございました。さよなら。江の小島でこぼこラジオ。